巌流島スーパーファイト、盆栽柔術関根シュレック秀樹対大相撲鈴川新一。青型190センチ、110キログラム、大相撲鈴川新一。赤型176センチ、115キログラム、柔術関根シュレック秀樹。主審永瀬達郎。またこの試合は30秒間の寝技関節技が認められております。またこの試合はお互いの流派の衣装で試合をさせていただきます。タイムストップ。再開します。行こう。転落に修正いたします。青型鈴川選手に転落位置が入ります。寝技。第1ラウンド終了です。
両選手は闘技場へお戻りください。転落、青方鈴川選手に転落1が入ります。有効。赤方関根選手に有効1が入ります。転落、青方鈴川選手転落2となります。こうため赤方関根選手は次転落1回いたしますと負けとなります。転落、赤方関根選手転落1となります。第2ラウンド終了です。両選手は闘技場へお戻りください。ファイナルラウンド、thank you.
転落。青型鈴川選手に転落1となります。皆さん、皆さん、ただいまより判定に入ります。福神智武、青型鈴川、福神梅沢、青型鈴川、福神伊藤、青型鈴川、以上3対0で大相撲鈴川紳士選手の勝ちでございます。